遠いからミキサーでガーッとやろう。これでガーッとやろう。メカブちょっとこれ取ってね。今日メカブのたたきを作ります。まずお湯を沸かします。色がこんな変わるまで。よし、これぐらいでいいよ。一回でできなかったからもう一回やるね。
ばあば一人分だったらね、あのまな板でトントン叩けばいいの。だけど今日はほら分量が多いからさ、叩くの大変だから、このフードプロセッサーでやりました。保存瓶。これにも入りきるかしら。もう少し大きいのがいいかね。これの方がいいかしらね。何やってんの？型紙が今取ってる。その中に糸が入ってんのか。そうね、木綿糸にしっかりした糸に変えるのかな、これね。
だからその糸通しに、うん、そもそもその糸通しをその針に入れるのが大変なの。入れようか。これこの中にインすればいいんですよ。これ、ね、フォーカス合うかな。これで多分入ったと思う。これで多分入ったよね。これ多分入ったと思います。これここから綿を入れるからそこを開けてぐるりと縫います。あ、本当だ、ここ開いてんの、ね、うん、そしたら今度綿を、綿あるの、うん、これがね、あ、そういう綿なんだ。フィルティング用の綿って言って手芸屋さんに売ってるわ。あ、売ってるね、見たことあるわ。これをね、1枚じゃ薄いから、うん、2枚。あ、またここで型紙が役に立つ、うん、ここで型紙がまたいるわけね。2枚分、うん、2枚分こうやって切り取っていく。切り取って、そこ、そのちっちゃい穴から入れられるの？ん？折りたたんで入れるの？いや、あ、ひっくり返すんだ。ひっくり返すの。あ、そっか、だから逆裏側で縫ってね、あえて。でもそんなちっちゃいところからひっくり返せんの？そうそう、ひっくり返せるのよ。ちょっとここピンで留めとくわね。ひれが木綿で硬いからさ、止めといて。ちょっと大きさを調整してね。もうかなり力技でひっくり返していく。きれいに変えるでしょ。本当だ。で、後の点はそっか、全部針でしっかり留めてあるから。そっちからじゃなくてこっちから入れた方がいいんじゃない？こっちからだったね。そう、だから そっちが別に。ここからひっくり返さなきゃいけないんだけどね。うん、そっから奥のここを取って、ここ、ここを引っ張り出さないと出してたんだな。針を取って、こっからくるりっとしたら。じゃないとほら、さっきのとこが元に戻っちゃった。うん、大丈夫、大丈夫。こうして。かなり力技である。あ、でもなんとかなった。なんとかなるのよ。ここもちょっと折りたたみをきちっとこうして出せばね。ああ。綺麗になる。あとは針でちょっとこうして直してあげればいいわけ。うん。
あ、そしたらそれっぽくなった、ね、あとはこの口を閉じるの、口を閉じればいいだけ。ここはこうやって、あ、内側に入れてな、内側にちゃんと入れてピンで止めて、この、 あの引っ掛けるところをここにつけるからね、うん、それを作るね。あ、あった。後付けでつけるんだ。そう、なんかこう縫い合わせていくときにさ、うん、中に入れるんじゃなくて後からくっつける、うん、後からね。そう、そういうふうにすればいいんでしょうけど、もうめんどくさいからね、後付けにするね。あ、そうなんだ。あれいつもそうだっけ、うん、いつもそうだ。あ、ほんとだ、後付けでついてるね、これ。そうだったんだ。ここの紐を作るところもちゃんと取ってね。ああ。ああ、その紐じゃなくて布を折りたたんで、布を折りたたんで紐を作るわけ、はい、これぐらいでいいかな。うん、ね、こうね、それをちょっとピンで止めていきます。だいたい真ん中ぐらいの位置に、うん、はい、出来上がりました。すぐできるでしょ、うん、簡単なのよ。いただきます。これ。ご飯にかけるの？ご飯にかけて食べるのが好きなの。ほう。うん。おいしい。